はい、レガーロでサルテですね、今日はね、まあ、2本撮るんですけど、まあ、スペシャル2本ともスペシャルでございます。で、本日のゲスト早速紹介したいと思います。なんとあのイチロー選手のお兄さんで、そして、まあ、スーウェアで、鈴木和也さんです、ね、どうもこんばんは。こんばんはでいいのか。こんばんはで大丈夫です。こんにちはです。こんばんは。大丈夫ね。今日はありがとうございます。来ていただいて。はい、ですね、まあ、和也さん、まあ、ダンス業界にもすごく顔が広くて、そちらの方ではスーさんって言われてます。で、まあ、芸能界とか、まあ、そっちの方では和也さんと言われてるんですけど、僕はまあ、どっちでも呼ぶときあるんですけど、まあ、2人のときは和也さんって言ってるので、今日はね、和也さんで行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、早速和也さんが、どういう方なのかっていうのをね、まあ、僕はちょっとまず短く言うと、スーウェアっていうね、ブランドがありまして、まあ、それの代表でございます。そして自らも、まあ、デザインをやられていて、でキャラクターも作ったりとか、あとは僕大好きなんですけどサンジャポにも出てらっしゃって、名誉会議とかなんですけどね、そういったことをやっておられます。まあ、まず2人のちょっと出会い、出会いちょっと慣れ初め、慣れ初めみたいな、まあ、ダンス関係ですよね。そうですね、僕とは、うん、ね、そうです、知り合って、はい、で、和也さんってその古い結構重鎮たちと仲いいじゃないですか、はい、要するに僕の先輩たち。そうですね、その方たちとはいつぐらいから、きっかけというか、だから25、28ぐらいの時なんで、はい、今50、もうすぐ52なんで、何年ですか。あ引き算ができない。え、加藤さん今52なんですか。もうすぐ52になります。あ、僕勘違いしちゃった、もうちょっと上かと思ってますけど、僕だから、アキラさん世代ぐらいで下ですね。はいはいはい、そうですよ、56、7、うん、あ、もうちょっと言ってなんか22年ぐらいまで。ああ、それまでは全然その、いや、もちろん僕名古屋っていうか愛知県の育ちなんで、はい、で当時はその、まあ、ダンスと、まあ、中学ぐらいからかな、はい、僕がフラッシュダンスとかで、はい、テレビを見ていて、はい、でファスタとか、あと、はい、モーニングサラダとか、はい、伊藤司が大好き。伊藤司が大好き。全部懐かしいね。そうだそう。で、そこでちょっとブレイクダンスコーナーみたいなのがあって、はいはい、ファンキージャムの、ファンキージャムの人たちが憧れてみたいなところから、僕はもうこっちの世界に入って。あ、なるほど。そう。だからそれこそ横浜フラワーマスターズの前身です。あ、ファンキージャムそうですね。僕のパーツっていう名付け親の、ね、高橋さんがいる。そう、ね、高橋さん。あ、じゃあそこからはもう、まあ、ダンス関係の方、まあ、僕はもうでなってたわけですよね。あ、じゃあ全然僕より先輩、皆さんとはもちろん出会ってはないけど、そっか、ってことは僕がその横浜のメンバーと僕も踊ってたので、そこで和也さんと多分知り合ったの、多分それはそうだった。でもその前からもしかしたらこうすれ違ってはいる、うん、と思いますね。ただそのきっかけがなかったんですけど、そこで、その時はまだスーを立ち上げてもないんですか。ですから28かな、東京に出てきたのがその年 で、はい、で僕は専門学校の時代に、はい、こっちに来てたんで、18、19、はい、で一回愛知県に戻って28ぐらいで出てきて、でその結局出てくる前ぐらいにちょっとこういう構想を、あ、会社辞めると、はい、時ぐらいに、そう構想をちょっと練ってて。なるほど。で2回目にこっち来た時に、じゃあもうスーをもうやり始めて、やろうと思って、はい、っていう感じ。僕はだからスーってもう僕が活動してる時は結構みんな来てたり、もうブースがあったりとか割ともしてたんですね。だからでかいダンスイベントなんか絶対スーなんじゃないですか。でそのもう始めると同時にアメリカで結局スタートしたんです、はい、ロスですよ。そうで、それを結局アメリカでこう最初生産したりとかしたので、それで
結構気に入ってくれたのが、あの光くんが結構気に入ってくれて、そう、それで仲良く、はい、実は東京よりは先に横浜なんですよ、ね、結構メンバーっていうか、ね、一番最初に、それで言うと、DMC に遊びに行って、はい、DJ の、はいはい、DMC に行った時に、ビートさんとか、はい、ヨシさんとか、あの辺は一番最初に会った、その後に、ヒカル君たち、あの、アキラさんとか、あの辺のメンバー、まあ、いわゆるズーですね、そうですね、へー、まあ、弟さんはもう超一流野球選手じゃないですか。で、和也さんも野球やってたんですよね。僕はね、ちょっとだけちょっとやってますね。で、野球やってて、でもそのだんだん音楽とかデザインの方に興味はやはりあった。僕当時は陸上部だったんですよ、陸上部、中学校、高校生、はい、陸上部で、僕はあの、まあ、絵が大好きなので、建築 の、 あの学科の方に進んで、はい、で建築の勉強をし始めたんです。だから全然その親が建築だったからとかではなく、まあ、そういうあの流れで建築を勉強するようになって、でそのまま専門学校に行ってっていう感じですね。で戻ってあの建設会社に就職をしたと。ああ、そうだったんですね。で、それでそれを辞めるわけですよね。6年ぐらいですね。6年ですね。図面をずっと描いてやりましたね。あ、じゃあその後のそのキャラクター作りにはその時のやっぱり経験、技術がそうですね、今考えると、うん、まあ、この後で多分走らせて、オブラクションテープっていうのも、その、まあ、建築のベースがなければ多分あのできてないんじゃないかなって思うようなことが多々あります、ね、じゃあやっぱその今どの時のその経験とかやはり大事ですよね。あとの何ですね、うん、やっぱりどうしてもどっかしら関連するんじゃないかなと僕も。なんかこう自然にこう出てくる感じはあると思います。で、じゃあ2を立ち上げましたと。で、あの軌道に乗るまで結構大変でした。それともすんなり割と広まりました。あの当時はなんていうんですかね。そのまだストリートカルチャーっていうのがまだちょっとこう行きかけるぐらいの時で。うまくそこに乗れたような気がしますね。あー、うん、まあ、T シャツぐらいしか作ってなかったんですよね。それでアメリカでこうプロモーションを同時に開始してるので、うん、まあ、逆輸入的な感じなのかな、まあ、そんな感じ。割とだからその日本のブランドって思ってない人多い、多いんですよ。多いですね、ロスのブランド、うん、そうですね、うん、あの当時のまだ力をつけてなかった頃の力をつけてなかったダンサーたちが今結局レジェンド的なコースになってたりする子たちもたくさんいるんで、うん、そうですね、そういう子たちが多いですね。ロスの中の友達もたくさんいるし、あ、紹介、そういうなんかこうあの紹介したりとかなんかしてあげたりとかしてるんですか。紹介っていうと、あ、例えばそのロスに行ったら誰々がいたら、あ、昔はやってました。もう今はみんな結構ね、当時は全然みんなまだ行ってなかったそうですよね。まあもちろん早い子たちは行ってたけど、じゃあ風さんもなんかもう結構行き来してたんですか。当時はよく行ってましたね、うん、英語も喋れない、ね、まあまあでも向こうであの通訳みたいなのつけてですよね。いや、それがねつけずに結構行けてたんですよ、喋れない。なんかそれちょっと分かるな。僕も向こうにいる時行って喋れないけどなんとかなってましたね、うん、そういうもんですよね。あのでも、うん、なんだっけ、辞書みたいな、これぐらいの、はい、うん、あれは持ってあれないと確かそうですよね。あと書く、あと書く、その言葉じゃなくて、ですよね。だって僕あの当時タバコを吸ってたんですけど、あの言ったタバコ出てきたことないですからね、買いに来て。まあそんなもんで、まあそれでいいかなってやってましたけどね。あ、でもそうやってその時代があって今こう、いたわけですけど。まあ、新製品の話はちょっと後でしますけれども、で、あの、で僕、まあ、和也さんに出会って、でそこからあの美味しい焼き肉食わせてもらったりとか可愛がっていただいたんですけど、やっぱり一緒にあの、まあ、先輩ながらもちょっとあのポッピンって踊りをこうしてもらう教えて、一緒にあの舞台、劇場をやったり、ね、やった時期がありましたね。ね、あの
楽しかった。全然覚えられなかった。いやそんなことないですよ。だからなんかでもそもそもが好きなのであれなんですよね。形はもうすぐかっこ様になりますよね。やっぱ見てきてるそうですか。何もしてないで、で一緒にこう大阪行ってステージしたりとかね、うん、させていただいて、スーパーって名前でやってる。スーパーって名前です、ね、そうそうそう、僕がネーミングしたんです。そうかっこいいですよね。思えばそうなんです、そうなんです。でもうまたね、もう今は踊れますか？もう踊れないですか？いや今ねちょっと実は毎日トレーニングしてて、ああなるほど、ちょっといい感じの体になってて、当時よりはちょっとだけ筋肉ついてるかもしれない。あ、やっぱりそれってその今の製品とかなんか関係あるんですか？いやちょっとコロナ禍で、はい、これこのままいたらやべえなと思って。あ、でもそうじゃない時も走ってましたよね。だってそう走ってたんだけど、あれなんですよ、走ってる頃はそんなに痩せなかったんですよ。そうですか。ねトレーニング、筋トレ始めたらみるみる痩せて、そう今ピーク時6キロぐらいで見てるんですよ。あ、だから、東京出てきて多分一番今落ちてる状態なんですよ、体が。じゃあ今いいんですね。絶好調ですね。絶好調。なんかね、やりましょうよ、じゃあ一緒に。そう、増えれる時間がある。でもなんか50過ぎると鍛えないとダメですよ。そう、それ僕も本当すごい思います。なんか今までなんとかこうやれてたんですけど、確実にやっぱりこう50過ぎて、僕51になったんですけど、やっぱりちゃんとしっかり管理しないと表現しきれないというか、なかなかしっかりしていけない。あとはもうテクノロジーでね、こういろいろこうケアする部分はケアしていきたいなと思うんですけど、以前その開発段階の時に教えてくれたコブラクション、その話をこれちょっと聞きたいんですけど、どういった感じ？体のケアとか、あとサポートで古傷だったりとか、あとは怪我をしないようにしましょうとか、そういう意味で使う、キネシオロジーテープって皆さん知ってる、伸縮性のあるの、まあ、それの僕が言うのもおかしいんですけど、進化版みたいな感じで、剥がれにくくて、貼ってる側も少なくて、っていうようなテープ。で、頑丈なんですか？頑丈、そうですね。サポートすることは、に関しては、剥がれにくいので、かなりいい。汗とかでも。そうですね。僕が調子いいと、まあ、これあんまりおすすめはしないんですけど、調子いいと5日間ぐらい結構貼っちゃってます。貼りっぱなし。それでも剥がれない。そう、お風呂 もちろん入るし、シャワーもするし、体もちゃんと洗ってるけど、なかなか開発は日本なんですか、アメリカ？私が開発して日本製です。製品は日本製。ちょっとここにあるんですよ、ここ。多分みんな気になってると思うんですこれちょっとじゃあ説明してもらっていいですか？ああはい、そうですね、僕がもともとそのキネシオロジーテープっていうテーピングがあったんですけど、はい、これテーピング、まあそのまっすぐの、まあここ後でこういうものですって多分入ると思うんですけど、それまっすぐのテーピングを作っててもこれは太刀打ちできないよねっていう話になって、で形からデザインしましょうということで、この形をデザイン、なるほど、こうですね、波打ってる、はい、で、あ、これ剥がれづらい要素もあるんじゃないですか？いやこれ実はキネシオロジーテープっていうのは、ロール状になっていて、その、まあ、ロール状になっているのでこう切るじゃないですか、はい、で切った時に角をこう丸く落としたりするんですね、それは剥がれにくくするためなんですよ、で角を落とすっていうことは結局丸くなるわけじゃないですか、これ角ないんですよ。そういうことですよね、なので要するに剥がれにくい。これ考えましたね、確かに。でね、これでもあれなんですよ、デザイン専攻で、デザインばっかりこう専攻しちゃって、そういう要素を全く考えずに、あ、そうなんですか。そう。で、そのデザイン専攻で行った形が実は良かったって。まあ、そこに多分建築のそのベースがあったのかなって後々考えると、それ建築業こういうの R っていうじゃないですか。R ですね。ね、それだから多分関係あるのかな。ある。知らず。僕はね、これ作った時に、かっこいいじゃんって単純に思って。それかっこよければ誰でも作るでしょぐらいな。でもそれはありますよね。そんな感じで作ったんだけど、後
人だと剥がれにくかったりとか、貼ってる違和感少ないとか、そういうなんか、あの副産物的なものが後からくっついてくる。それで、まあ、今もうすぐ8周年になるので、なんとかやってほしい。もうそんななりますか。そう、あ、でもそうですよね。あの頃ですね、一緒に踊ってたりとかしてる時に開発してたんです。で、なんかそれ以降僕時々あの梶谷さんの SNS 見たりとかすると、まあ、結構いろんなスポーツ選手、野球に限らず、ね、アスリートは結構使っていただいてて、ね、本当嬉しい限りで、ね、いやだからこれあの、コブラクション、あの僕のまたあの概要欄に貼っておきますので、あとスーエアのね、このこういうロゴがかっこいいんですけど、ねね、僕も結構服とかあのアクセサリーとか持ってるんですけど、あうちのそうだで、チーム、僕の教え子たちのダンスチームにも T シャツとかこう提供してくれたんですよ。ああ、ね、あったかもしれない、ね、いや、そうそうそう、本当ありがとうございます。いやいやいや、ね、まあ、そういったね、梶谷さんでございますけれども、うん、まあ、梶谷さんにとって、まあ、マルチな方なので、すごいタレントでもあるので、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一番はやっぱりスーだと思うんですね。はい、で、梶谷さんにとって、これみんなに聞くんですけど、まあ、一言で言うのは難しいと思うんですけど、まあ、あえて言うならば、一言二言で言うならば、和也さんにとってスーとは何なんでしょう。あ、そうですね。今まではですね、はい、そのまあ、そのデザインを通して、まあ、皆さんにこう知っていただくっていうようなことがベースにあったんですけど、はい、まあ、うん、なんですけど、今はですね、もうこのコブラクションテープは、ね、まあ、僕の分身みたいな感じになっていて、そこまで、そう、それで。まあ、これをいかに広めれるかっていうところに今力を投げてようと、自分自身ってことですね。そうなんですね。本当にこれが頑張ってくれてるんで、なんかこれをなんとかいろんな人に広めたいなと、ちょっと答えになってないかもしれないけど、いや、なんとなく自分自身である作品であり、そのまあそうなんです、分身なんですね。イコールまあ、あの商品名はコブラクションという名前なんですけど、コブラの形してるので、ね、コブラクションです。あ、じゃあそのデザインもそういうコブラの形してコブラクション、そう、ネーミングも僕も考えてて、だってやっぱネーミングもいいですよね。そう、ネーミングとか考えるのすごいですけど、ネーミング大事ですよね。スーパーでやっぱりスーパーかっこいいですね。またあのそうですね、僕すっかりスーパー忘れてました。え、忘れないで。なので何かの時にまたぜひこう、しかも体を整えていきたいと思うんですけど、そうそう、短いので、ね、僕了解しました。1分ぐらいで、ね、そうそう、それぐらいならちょっとどっかのパッと出てね、そうそうそう、まあ、やりましょうね。本当ありがとうございます。まあ、といったわけで、まあ時間が何せも15分短いので、うん、あのまた和也さんには来ていただいて、いろんなお話をこうね、していきたいなと思っておりますので、水色があったりとかね、クールなあなたには黒みたいなことなんですけどね、はい、僕らのスーウェア、今回のゲストは和也さんでした。どうもありがとうございました。どうも。じゃあね、また出るよ。バイバイ。